島慎一です。ミキトリーです。元気だね今日も。いや元気に行ってまいりましょう。行きましょうか、はい、今回ですね、うん、ちょっとまた来てるんです。何が、まあ、メッセージ、メッセージまずここから紹介したいと思いますよ、はい、宮島三つ国三つ国ラーメン戦国時代のレポ板にはまってきたではないか。この調子で小座ラーメンをレポしてくれ。いずれ私もスタジオに来てやるから楽しみに。ヤゴバース、もうやりませんこのヤゴバーストさん、もうみんな知ってるよね。分かろうな、もう大体分かろう。あれだろあれ行ってきました。あ、行ってきた。あなたのサインのあるお店もありましたし、おすすめのラーメン戦国時代編、あそこだ。ちょっとピンときてしまいました。 OK 行きましょうか。レッツゴー。小座の裏側。佐賀めんそうれ。ありがとうございます。これメニューの名前教えてください。塩ラーメンになります。 OK 塩ラーメンいただきます。来ました。合わせ3丁目にありますこちらラーメン屋の塩ラーメン、早速いただきたいと思います。これ朝絡んでる感じいいんじゃない。これあれだよね、これはねすごい。ここもすぐ海でしょ、でシチュエーションに待ってるし、しかもジャズなんですよ。ジャズとラーメンこれぴったりね、合ってるんだよ。すごいなこのハーモニー、いいね。これ縮れ麺なんですけど、これもまた喉越しもすっきりいきますし、これはたまらないですね。いいね。これがまずね、県産のアーサと塩を使ってるこのこだわり、いいね。なんだろうな、あの音符がこれ表現してるよねきっとね。 Music is my life って書いてますけど、これきっとラーメン is my life じゃない。これうん、溶ける。お母さん、おいしい。はい、ありがとうありがとうございました。ありがとうございました。なんでなんで。よくぞ、もうん、よくぞ言ってくれたと。大ファンでよねあなたね。私あのお店の大ファンなんですよ。うんうんうん、まあ、あちらもちろんね塩ラーメン。しかも出会いが、うん、ひょんなことからの出会いがありまして。どうなの？あのさ、うん、車を運転してたら、うん、あの看板がさ、うん、何気なく道に立ってたわけ。うん、普通はスルーするけど。うん、目についてからその看板が塩ラーメンやってますっていう、うん、はいはい、気になって気になってしょうがなくて行きました。死に美味しさ、うん、でしかもアーサが入ってる塩ラーメンですよ、うん、さっぱりしてて、うん、美味しい。で期間限定のね、ゆずラーメンもあるわけ、うん、ありましたね。あーもうあれが美味しいと思って食べて興奮して落ち帰ったらお父さんもファンでした佐賀めんそうれ。ありがとうございます。花城さん。はい。赤いですね。赤いですね、うん、何ですかこれメニューのお名前は。これは激辛味噌ラーメンですね。ちょっとじゃあ、うん、ぜひ、はい、スープからいただきたいと思いますよ、はい、辛さのね向こう側にね辛いね辛いねずっと辛いね。辛いですよ。ああなんか赤いつぶつぶがいっぱいいるこれまたこだわりの麺ですか。そうですね、特製の麺です。味噌に絡みやすいように絡んでますよこれ、ね、絡んでます絡んでます、はい、もうコクしかないねこれね。もうね止まんないですねこれね、うん、もうやみつきになります、ね、やみつきになるよこれ。あ、確かに初めびっくりしましたけど、はい、ぐいぐい行っちゃうねこの後ね。うん、これも染み込んでますね。なんかね、うまい。あ、確かにこれ癖になるわ。今慣れてきたよ俺。うん。うん。うん？激辛味噌ラーメンですよねこれね。はいはい。これもう一ランク上があるんですかこれ。なんかありますね。超激辛味噌ラーメン。これ、はい、おすすめしませんって書いてますけど。あ、しません。はい。しないの書いちゃダメでしょ。これの、うん、倍辛いですから。倍辛いの？はい。これ、花城さん、間違えてハーって入れたわけじゃないよね。
最初は間違えてそうなの、メニューにしようかなと。いやこれ美味しいな。でもこれメニュー豊富ですね。はい、もういろいろお客様に合わせて、うんうんうん、さっぱりした人はあの醤油ラーメン、ほう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 、あと豚骨とあとタンメンっていうのもありますね。なるほど、はい、ほらこれも気になりますよ。味付け卵とゆで卵は1個20円以上のカンパ、カンパで食べれますよ。ぜひどうぞ。はい、これどういうことですか。こちらですね、卵1個20円以上、うん、あのカンパという形で、はいはい、こちらの方にあるんですけども、はいはい、20円カンパしていただいて、うん、あの食べていただくというシステムになってます。このカンパっていうのは、そうですね、こちらはあの社会福祉の方にちょっと寄付したいなと思って。なるほど、素晴らしいな。これだけ食べに来たらダメだよね。もちろん OK です。嘘だよいないですけど、そういう人、はい、それってね、やろうとしてたあの人たちあ、そうだ、花城さん、はい、ヤーゴバーソって知ってます？これ人の人の名前なんですヤーゴバーソ、うん、あ、知らないですね。知らないよね。知らないです。子供の国にいるっぽいかな。コザの裏側。本番というか、あれ撮るとき本当は違うの指定してたんだよ。おう、あ、そう、気が変わりましたって。どういうこと？分かんない。オーナーが？オーナーが。おうおう、で辛いのから。激辛。だ、激辛だったらさ、辛さにあれしてから味あんま分からなくならない？本当、うん。そこは運転いっちゃダメ。いや美味しかったです、うんうん、あの辛さは普通ほら癖になるっていうでしょ。いやまさに本当にそれでガンガンいけて、ただ辛いだけじゃなくてちゃんと深みもあって味も、うん、あ、そう、ちゃんと辛さの向こう側に味噌ラーメンの本質がちゃんとそこにいた。おい、こんなことも言えるようになった宮島君は。こんなこともちゃんと言いなさいって誰に言われたの面相です。ありがとうございます、はい、やっと来れたジンベ、はい、もう嫌いだったの小座の裏側そういうことじゃないよね。すっごい見てるんですけどありがとうございます。こちらがつけ麺、はい、まあ、県産の豚骨を、うん、お肉屋さんもびっくりするぐらいの量の豚骨使ってるんですよ、うん、はそれをもうすごく、うん、煮出して、うん、すごい濃厚になってるのと、あとはあのお魚もすっごい効いてますので、うん、なるほど、あの味濃いめにできてるんですよ、うんうん、あの漬け汁なので、はい、やっぱり少し濃いめにはできてるので、あの全部つけなくても味がしっかりつきますので、はい、いただきます。魚がすごいねだと思います、はい、本当のこう、確かにこれつけすぎちゃダメだ。そうなんですよ、うんうん、皆さん結構どさっといっちゃう方もいらっしゃるんですけど、うん、そうだよね、もうぜひここは気持ち分かるけどね、はい、そうなんですよ、もう気持ちは焦りますけど、うん、でもそうやってやったらさ、なくなっちゃうでしょこれ。そうなんですよ、なくなっちゃったら怒るよねおかわりくださいって言われても、うん、そうしたらお客さん、他のお客さん迷惑上がっちゃうなんかすごい盾があるよ。そうですね、うん、これなんですか。あの皆さんからのいい口コミをいただいた、はあ、食べログのすごいジャパンラーメンアワード2016とベストラーメン2014。でもね、みんな忘れちゃいけないよ、コザチョイスにもなってるんですよねそうですね、うん、あのコザチョイスが初めて、うん、あのできた時から多分、うん、はい、そうですよね、うん、ここに出てますからね、コザチョイスあおう、実はこれいっぱいあるんですよ中に、はいはい、中に入ってます。あー美味しそうだこれ。柔らかい、うまい、濃厚、絶対合う、一緒に食べてね、学生お疲れ様です。あれ、さっき似てる人がいたよお母さんあれ母の裏側。なんか、はい、これなミートボール、これ何これ。これは、うん、あの辛ネギっていうのなんですけど、うんうん、あの途中で味を変えるアイテムとしておすすめしているんですけど、辛いのが、はい、お好きな方にはぜひおすすめです。いただきます。
うん、また、うん、だいぶ印象が変わって、ね、しっかり変わりますよね、うん、たまたまね、うん、さっきなんかちょっとお二人の雰囲気がいいなと思って思わず結婚記念日の話になってしまったんですけど、はい、ちょっとびっくりしました、はい、いつですか？10月17日のそばの日ですか？あの人と一緒だ。なんですか、運命を感じてしまいます ね、勝手に。いやこれは麺の神様がね何かいたずらしてますねこれね、素晴らしいね。よろしく伝えてくださいぜひ。素晴らしいって言っちゃいましたね。ツースターからエールを、小太郎の裏側。小さい頃からずっと一緒、いつまでたってもう変わらないよきっと。大人になれば別々の道、そしてせずに情けでまた笑顔でいえ、あもうと誓うこの先もずっとわが共に送ろう。実は僕初めて行った。あ、そうなんだ。何回か行ったんだけど並んでて、あこれダメだっつって。そこなんだよ。うちなんちゅってほら並ばないって言うさ、よく。俺並ばないな。並ばないタイプだけど、うん、あそこは並んででも食べたい。でもその意味が分かった。でしょ、うん、でしょ、うん、いいな、取材で行けて。またなかったんでしょ。だから今度あのヤゴバーソと一緒に行くチャンス。うん、もう今日のもう今日の流れで確信しました、うん、ヤゴバーソはあいつだ。私はそう確信しました。言っちゃったもんね、俺ちょっと、ね、もう言ってたもんね、言ってた言ってた。子供の国でしょ、うん、で10月17日そばの日。あれれれれれれあれあれあれ、そういうことですね。まあまあまあ、うん、いやジンベイさんも有名ですから。そうですよ、うん、気になってる方今日の3件全部行くべき。いやだから本当にこれもうテロだよマジ。あ私は何ラーメンが好きかって話。あ、すみません、ありがとうございます。ナイスタイミング、ナイスタイミング、はい、最近ね、いい感じのピアスを見つけたっていう。あ、そうなの。ご機嫌さんの最近です。さあ、メールいただきありがとうございます。北海道からいつも楽しく見させてもらっています。北海道すごいね。札幌のガッツと言います。ガッツさん、沖縄には100円そばというものがあるんですか、うん、もしあるなら100円そば特集もお願いします。ツールド100円そば、どれだけ食べれるか楽しみです。それはあの別の番組がやってますよ。だそうです。ガッツさん、いやでもだからピンポイントで小沢だけ見てくれてるのかな、うん、あ嬉しいですね。分かんないけど100円そばは確かにね、あの値段であのクオリティすごいよね、うん、こだわってるところありました。前回これ見たかな、あの吉本弁当さんの160円そばっていうのがありましたよね、うんうん、あれすごいですよ。すごい、あ食べたことあるよ。あれスープって普通なんていうの、こう出来合い的なものかもしれないじゃない、うんうんうん、あそこはもうちゃんとスープから作ってる。自分の中で作ってんだ、うん、で入れるでしょその場でっていうか。そう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 、うん、うまいんですよ。うまいよね。うまい。分かる。でも私ジューシーガの方が好きだな。美味しいわけよ飲んだ後の。100円そばか。100円そば特集いいね。結構でもあるもんね、うん、あるよね。100円そばやりますか。やります。じゃあまたでもパクリって言われたらどうする。パクらないように。パクらないようにできるんだ。あでもほらあの人に頼ればいいんじゃない。だからいつものゴヤさんに。あ、うん、ゴヤさんまた知ってるでしょ。また出るの。ほらこの前ちょっとお腹いっぱいしたでしょ、うん、そうだね。ちょっとコザウェブチームに聞こうか。あそうだね。